い、ああもうそれは誰、はい、私です。誰も風邪やから。はい、私小出アバンチュール。フジテレビをご覧の皆さん、僕たちはジョブキです。2号車会です。3号車リョウコです。4号車トクヨです。5号車ユキです。7号車タカシやってですね。下もう見えてないよ。あなたは何も映ってないよ。会話下にいるんです。汚い。いいですか？小出アバンチュール。これはですね、2枚目のアルバムのドラマティック7に入っていた曲なんですけども、ライブでは定番曲のこの人がセンターの二次元愛というテーマにした曲になっていて、まあ、サビの振りとかもみんなやってくれますし、涼河さんがこの曲の中でめちゃめちゃ変顔したりとか、メンバーめちゃめちゃ盛り上がるめちゃ楽しい曲ですので、ぜひ一緒に踊ってほしいなと思います。おお、すごい日本みたいな、ね、一番最初にやるべきだ。最初に答えるべき。長すぎても短すぎても3発目とは思えない。一番いい PR だよ。程よい PR ですわ。さすがっすね。5歳で無理ですか。どうしような。100点ですかね。100点ですね。そうですね。たくさんの支度なんて。そうですね。まあちょっと悩むんですけど、や、100点ですかね。不重のね。そう。不重の100点ですかね。でもまあ、ただその時になんか生まれるものだとか、リハーサルで想定してないところとか、そういったものもすべてエンターテインメントにね、そうね、変わったりもするのでね。出し切ったもんな。出し切りました、本当に。100。ゆきさん、最後です。そうっすね。まあやっぱりみんなが言う通り99点かなと思うんですけど、点が出ちゃうとつまんないなと思って、やっぱ毎回一箇所やっか足りないやからこそこう追いかけたい気持ちがあるというか、そのやっぱなんか足りないものを8号車の皆さんが補ってくださってるかもしれませんし、だからそのね、気持ち的にはやっぱり何かしら足りないままやっぱ貪欲に行きたいので、99点行きたいなって思った。いや、さっきみんな100点だったから困っちまったぜ。ちょっとそれ、ぜひ僕をモニターで出させてください。よろしくお願いします。いつでもオファーお待ちしております。全力で頑張ります。よろしくお願いします。ほら、ちゃんと先に言わないから。本当だよ。別に、だとしても、一視聴者として、のみたみやをこれからも愛させていただきます。謙虚だな。じゃあ2人でやるか。この曲はですね、せーの、リバイバルラブです。生き物係の水野さんが楽曲提供してくださった楽曲でして、で、まあ、元カレマニアというドラマの主題歌にもなりました。すごいなんかマスターじゃないけど、なりましたね。そうですね、この曲自体はすごいなんかリバイバルラブということで、まあ、すごいドラマの内容にも沿ったすごいポップなんだけど、すごいなんかちょっとなんだろう、愛をなんかそう蘇らせるみたいな内容もあったりとか、まさにその振り付けとかも超特急っぽいものもいっぱいポップなものもできるので、はい、どうでもなるかちょっと真似するから、そういう風ななんか楽しい曲になってます。みんなで一緒に踊れるような素敵な楽曲です。なんかね、いやちょっとね、ここに出てくるのが
あんま良くなくなってきてるんですかね、きっとね。行かない人が言うな、それ行く人が言うな、一番率先してる。以上、僕たちはショートQでした。